はい、皆さんこんにちは。みなです。さかです。エンティブログです。今日は世界一周を振り返りしましょうかなと思います。いいじゃないですか。まあ、今特にどこにも行けないから、ね、世界一周のトップ3いい場所を振り返りしたいと。なんかいろんなこうジャンルでトップ3を決めていくと。そうそうそう、4つのカテゴリーに分けました。1個目が自然が良かった国で、街が良かった国、人が良かったとエクスペリエンス、良かった経験をした、良かった経験、その4つのカテゴリーのトップ3。いいね、なんか面白そうだね。うん、じゃあ早速スタートします。まずは自然から。自然が良かった国。そう、自然が良かった国ベスト3。ちなみにそのベスト3の中は別に順番とかなんもない、その3つが良かったっていうこと。はいはい。ね、私の一番好きなところ、バリがめちゃくちゃ良かったよ。おー、インドネシアのバリ。特にあのペニダ島、ペニダ島に1日行って、そこで多分世界で最も悪い道をスクーターで走って、やばかったよ、本当にもうボコボコなんだよ岩とかが普通に落ちてるところをモーターバイク借りて1日レンタルしていろいろ回ったんだけど、はい、エンゼルズビラボンとクリンキンビーチという2つの場所があって、本当に信じられないぐらいすごい。あれはやばかったね、本当に綺麗で。バリも良かったんだけど、他にネイチャーで言うとアフリカのナミビア、ナミビアもめちゃめちゃ良かった。そうだね、車をレンタルして1週間ぐらいかけてナミビアをこう一周したんだけど、もう車で走ってる時もすごい周りが綺麗だし、誰もいない、なんか本当に大自然に何もないところに道がドーンみたいな、もう本当に先が全く見えないまっすぐの道をずっと走ってて超綺麗だったし、国立公園、そう、最初に行った国立公園はナミビアだったね。エトーシャ国立公園っていうサファリができるところなんだけど、サファリして大自然見て動物も見て、で夕焼けとかもめちゃめちゃ綺麗なのよ、サバンナの夕焼け。あれが良かったね。すごいよ、こうあの夕焼けを見ながら象がなんかお水で遊んでたりしてたところがあって、もうね、大自然って感じ、本当にめちゃくちゃパワーもらえる感じ大変なところめちゃ大変なところはものすごいあった。大自然がゆえに道とかもね、本当に舗装されてなくてボコボコしてて、で僕らそこを 4WD とかじゃなくて普通のカローラで一周してたんだけど、もう何回もパンクして本当に死ぬ思いをしました。だそういうね、辛い思い出もあるからこそ、なんかすごいいい思い出に全部がこう後で振り返るとね。でも私はあれも良かったよ、アメリカ。おお、アメリカ、ロードトリップして、自然自体は全然違う、ランドスキップ、うん、比べれない。国立公園いろいろ行ったもんね。いろいろ行って、でそれぞれの国立公園はまた全然違う、全然違う景色が全く違うのよ、国立公園でも、うん、そう、寄せ見て行ってどこ行ったっけ、どこ行ったっけ寄せ見て行って、ザイオン行って、ブライスキャニオン行って、グランドキャニオン行って、モニュメントワリー行って、ホースシューベント、ホースシューベントのにも行って、なんかアメリカの西側にある国立公園が結構回りました。そう、サンフランシスコから出発して国立公園うわーっていっぱい回って、ラスベガスに寄ってロサンゼルスに最後2週間ぐらいのロードトリップだってね、レンタカー借りてやったんだけど、本当におすすめ、もう一回やりたい。そう、次に行きます。最も良かった街はどこですか。街はケープタウン。いつも行ってるね。俺もケープタウンが本当に好き何が好きだったの。南アフリカのケープタウンなんだけど、街と海と山、そうだね、全てがいいバランスでこうコンパクトにまとまってるのがケープタウンなんですよ。で天気もめちゃくちゃいいし過ごしやすい、ああそう、モダンな街、そうめちゃくちゃ美味しいカフェもあったでしょ。そう、カフェもいっぱいあるし、あと高層ビルもいっぱい建ってるし、なんだけどちょっとバスで20分とか行くとすごい大自然の山があったり綺麗な海があったり、シティライフとカントリーライフみたいなのが両方味わえる、みたいな、住みたくなるぐらいの。そう、本当に住みたくなる。だからただ危ないかもしれない、まあ、ちょっと危ないかでも多分住んじゃえばどこが危ないかとか分かるから、まあそれはそう、どこに行っちゃダメとか分かるから、本当に南アフリカは将来どっかのタイミングで
仕事しながら住んでみたいと思える街だったね。私は一番良かった街はイギリスのバースかもしれない。なんでかというと、イギリスは結構最初に世界一周の中で最初に行ったところ、最初だったね。でロンドンから出て最初に行った街はバースだった。ローマの時代から作られて温泉の街で、そう、ローマンバースね。あ、テルマエロマエっていう日本の英語ある映画があるんだけど、イギリス行ったらこれがイギリスって感じ。うん、イギリスの街、ロンドンに行ったらそういうことは感じられない。ロンドンと東京はそこまで変わらない、でかい。そうだね、もうモダナイズされてるから。最後に良かった街はモロッコのシェフシャウエンという。あー、良かったねシェフシャウエン、見たことない世界にドーンって捨てられたみたいなこと。もう全部が青壁が青、道路も青、窓が青、屋根も青、ドアが青、屋根が全部が青。どこ撮っても絵になるみたいな街中ね。チャウエも良かったね。でも辛い思い出もあるでしょ。でもなんか日本人がみんな行くレストランに行ったでしょ。あ、そう、すごい日本人が多いレストランが一つあって、でそこに僕らも行ったんでね、で料理すごい美味しかったんだけど、その次の日にお腹がめちゃくちゃ痛くなってで、その次の次の日ぐらいかな、もう高熱が出て、そうかね、39度南部っていう僕がね本当に死ぬ思いをしました。アフリカ大陸の最初の国がモロッコで、シャウエンのしかも初めの方に行ったから、で、すぐ高熱が出て、いやもう本当にマラリアにかかったかと思ったもんあ、そう、あの時だって30、40度近い熱ってマラリアじゃん。だから苦い思い出もあるけど、もうなんかいい思い出と悪い思い出が混ぜてて、だからこう、めっちゃ心に残ってそうだね。次に人の話をしたいと思います。どこの国に行ってもいい人だなと、優しい人はいるし、親切にしてくれる人はいるし、で、一番良かったのがバングラデシュでしょ。うん、バングラデシュは良かったね。バングラデシュはあんまり観光客が行かないから、観光客として来たらみんな興味を持ってくれる。道で歩いたらみんながセルフィーを撮りたい。そう、みんな話しかけてくるよね。声をかけて、なんでバングラデシュに来てるのとか、どこから来たのとか、人の家に泊まってて、その人たちもみんなめちゃくちゃ優しくて、レストランに連れて、いろんなところを見せて、なんか本当に本当のバングラデシュを見せてくれて、知り合いがいない町、新しくできた友達の友達が私たちに町を案内してくれたとか、本当に良かった。そう、バングラデシュの人は本当みんなあったかいね。みんなウェルカムの精神がすごい、100%。もうみんな笑顔だしね。それもある。みんな笑顔で、めっちゃポジティブで。バングラデシュの人は本当に好きになりました。はい、で最後に人が良かったところを話したいのが、ザンビア。1日人の家に泊まりました。ホームステイしたわ。そう、ホームステイしました。あの本当のアフリカ人の生活が見ることができました。で、まあその家族が大家族で、何人いたの？9人、10人ぐらい。家が簡単な家で、キッチン、リビングと2つの部屋しかなくて、9人ぐらいで住んでて、美味しい夜ご飯も作ってくれたし、魚のフライみたいなやつを作ってくれたし、美味しかった。普通になんかシンプルなものだけど、シンプルな生活でどうやって暮らしてるか、なんか初めて私たちはなんか理解できた気がする。あのお水はなかった、家の中だから。シャワーとかもなかったから、タンクに入った水からこうバケツで持って行って、そのバケツを使ってシャワーを浴びるみたいなことだったし、本当にシンプルな生活で、あのビデオも撮りましたのでぜひ見てください。で最後のトップ3はエクスペリエンス。私は最も良かったと思ってたのがマチュピチュかな。ずっと楽しみにしてたし、ツアーで行ってたので、他のインカの街も見に行ったし、でバスでマチュピチュに登って、でそこからこうトレイルが決まってるから、それを一日中歩いた。マチュピチュ良かった。で一個注意点は、マチュピチュの中に入るとトイレがないんだよね、ガンマ。そう、だから入り口から出口まで多分ね、普通に歩いても1時間半とか2時間ぐらいかかるんだよね。で、ずっとトイレないから、中にはね、おむつを履いてマチュピチュに行ってる人もいるんだよ。うっそ、ブログで見たんだけど。へえ。
そういうあの裏話というか、みんなが知らないマチュピチュの裏話。マチュピチュ以外だったらサハラ砂漠もよかったよ。モロッコのサハラ砂漠、もういろんなことやったけど、サハラ砂漠の時も3日間ぐらいのツアーで、マラケシュから3日間のツアーに参加してサハラ砂漠まで行って、でサハラ砂漠の中で砂漠のど真ん中にキャンプサイトがあって、そこに泊まって、夜はすごい星空が綺麗だったし、朝日は砂漠のど真ん中で、そうだね、それは良かった。朝日と夕日、これは本当にね素晴らしい。ただ1個だけは悪かったよ、ラクダに乗るのが。ラクダね、なんか楽しみにしてたけど、乗って10分にもう嫌だと思った。ものすごくお尻が痛かった。ものすごい、なんていうの、もう一歩一歩人からお尻を切り上げられてる感じで、サハラ砂漠ってめっちゃ広いから、ラクダで1時間とか2時間とか歩いて移動するのよ。お尻の皮がめくれるかと思ってくらいめちゃくちゃ痛かった。諦めた人もいた。そう、中には諦めてラクダから降りて砂漠の中をテコテコ歩いてる人もいるぐらい、それぐらいラクダつらいです。最後に最も良かったデビルスプール。おー、デビルスプール、違う、アフリカね。ビクトリアフォールズ、世界で最もでかい滝のうちの一つ、ジンバブエ側とザンビア側から、うん、そのでかい滝が見ることができる。で、寒気にしかできないことで、本当にすごいよね。本当にすごい、めちゃくちゃ怖かった。あの動画撮ったんでぜひ見てほしいんですけど、なかなか言葉で伝えづらいんだけど、こう真横に滝が流れてるのよ。で、こっから下も見ることができる。80メートルとかの落差がある。100メートルぐらいの落差がある滝なんだけど、ここをずっと滝が流れてる横に天然のプールがあって、そこにしかできないことなので、しかもタイミングもね、多分1年間で数ヶ月とかでしょ、うん、でちょっと水が多くなってくるともう入れなくなっちゃうから危ないから。あれはすごい、はい、一番興奮した人生かもしれない。やばかった。はい、これで私たちの世界一周のトップ3、いろんなトップ3なんだけど、いろんなトップ3を皆さんにシェアしました。でもまだ全部見てないでしょ、世界の。全然見てない。そうだね、まだ3分の1も見てない。なので、その同じカテゴリーじゃなくても他のカテゴリーでも、このところが良かった、この場所、この国が良かったということがあれば、ぜひコメントで書いて、みんなの経験聞いてみたいな、はい、追加したいと思います。おすすめの国とか街とか、この動画が良かったなら、いつも通り高評価お願いします。で、また3日後次の動画で会いましょう。